また修学旅行の時みたいに体調崩しちゃうよ。なんでだろうね。足がなんとなくここに向かってたんだ。ちょっとごめん。もしもし。なんだよ今さら。勝手なこと言うなよ。だから無理だって。ふざけるな。もう電話してくるなよ。いいな。うるさい。僕がどんな思いで諦めたと思ってるんだ。やっぱり人は人を利用して生きてるんだ。よりによって僕を。離れろよ。離れろって言ってるだろ。
逃げないの？うるさい。放っておいてくれ。ガキが何も知らないくせにごちゃごちゃ言うな。黙れ！君に何がわかるんだ！何度言えばわかるんだ！迷惑なんだよ！君は人間なんて全て利害関係で物を見ている。だから仮面をかぶって笑顔で接してくるんだ。用がなくなったらあっさり捨ててまた新しいものを探しに行く。深く人間関係を築こうと思えば思うほどバカを見る羽目になる。さっきの電話は昔のバンドの奴らから戻ってきてほしいって言われたんだ。ああ、そうだよ。君の言う通り、僕は昔バンドをやっていた。喉を酷使しすぎて、そのせいで歌えなくなって引退した。それと同時に、僕の周りからは物の見事に誰もいなくなったよ。それまで僕をチヤホヤしてた人たちは、僕を利用するためだけに近づいてきたんだ。利益に結びつかないと知ると、もう用済みってわけ。
姉さんも病気で亡くなって、それで全てがどうでもよくなった。それなのに、他に歌える奴がいないからって僕に連絡をよこしてきた。僕も落ちぶれたもんだよ。がっかりさせちゃったかな。でもまあ、君になんて思われようと関係ないけど。なんで僕を利用しようとしてるの？僕が昔有名だったから。うまく付き合えれば昔は売れていた人と付き合ってますって言えるもんね。実際そう言って近づいてくる女はたくさんいたし、今はそんな価値もないのに、ほんと笑っちゃうよ。でもこれで納得がいったよ。じゃないと納得がいかなかったんだよ。なんで君が僕にあそこまで優しくしてくれるのか。もう僕に近づかないでくれ。たくさんだ。だったら何だって言うんだよ。もういい加減にしてくれないか。よく言うよ、本当。少し優しくすればもうこれだ。安っぽい恋愛でいいなら僕を好きになればいい。僕はその気持ちを踏みにじるだけだ。いくらでも言ってあげるよ。好きだよ、愛してる、君しかいないんだ。どう？どれがいいの？
明日またここに来て。君の手は本当に温かい。僕の手は本当に優しい。君は本当にそばにいてくれる。こんなどうしようもなく弱い僕のそばに。どうしたら君を信じられるようになるんだろう。君を信じてみたい。だけど怖いんだ。また裏切られたら、また大切な人がいなくなってしまったら、もうどうしていいかわからない。僕が一番嫌いだよ。こんな弱くて醜い僕が一番嫌いだ。やっぱり君を信じることができない。僕が君を裏切ることになりそうだね。バカじゃないのか。僕が行くとでも思ってるんだろうか。昔を思い出す。姉さんと喧嘩した日、僕は家出をした。姉さんはずっと僕を探し回ってくれた。僕は素直に姉さんに謝ることができなくて、ずっと公園で泣いていた。そんな僕を見つけてくれて、姉さんはごめんねと手を差し出してくれた。そのまま素直に謝ることができずに、僕は姉さんに手を引かれ歩いた。姉さんの優しい手のぬくもりを今でも覚えている。期間限定の恋人だったあの頃、僕が確かに感じたぬくもりは、そのぬくもりにひどく似ていて、どうしようもなく切なくなった。姉さん、僕は今でも素直に自分の非を認められずにいるよ。
本当に僕はバカだね。君はバカなの？こんなことはもうやめてくれないか？迷惑だ。逃げる？僕は君の相手をするのが面倒だから避けてるだけだよ。あれ以上君の相手をしてられなかったからね。ああ言えばもう僕を追ってこないと思ったんだ。信じられないね。それじゃあ証明してみせてよ。できるの？形のないものを証明することなんて。
スくらい誰にでもできる。証明になったりはしないよ。うんざりなんだよ。恋愛ごっこがしたいなら、この学校にはうってつけの男がたくさんいるだろう。わかった。それじゃあ、少し考えておくよ。あさっての放課後、またここに来て。それじゃあ、あさって。僕は彼女を信じてもいいのか。いや、やっぱり信じられない。君には悪いけど。君がどこまで僕を信じてくれるのか、それを証明してくれるなら、僕は君を信じてみようと思う。君の気持ちを覚悟しておいて。僕はまた君を傷つける。その時、君はどんな表情で僕を見つめるんだろう。明日、すべてが終わる。幸せな恋を夢見てるお子様な彼女に現実を分からせてあげるんだ。恋は残酷で、時に心をえぐり取るような痛みを平気で与えてくるってことを。そんなことも知らないまま僕を好きだなんて簡単に言わないでほしい。好き。ね。ふと、僕を好きだと言った彼女の顔が、いつか見た姉さんの顔に重なった。私、コタ兄が好きなの。そう言った姉さんは、幸せそうに笑ってた。コタ兄に思いを告げた時はドキドキした。恥ずかしそうに、そして嬉しそうに。僕は知ってる。その日からコタ兄が姉さんに会いに来なくなったことを。姉さん、さっきもらった花
この花瓶に行けるよ。姉さんは病室の窓からずっと外を見つめていた。コタニーならきっと待っても来ないよ。知ってる。でも待ちたいの。コタニーを待ってるこの時間が一番幸せだから。会えなくてもいい。待っていたいの。幸せって僕にはわからないよ、その気持ち。きっと幾にもいつかわかる時が来るわ。届かなくても叶わなくても幸せな恋はあるのよ。僕は信じないよ。幸せな恋なんてこの世にはない。愛も恋も全部まやかし、孤独を埋めるための暇つぶしに過ぎない。駆け引きを楽しむただの遊び、ただの戯れ、ただのゲーム。なのに彼女は僕に何を期待してるのだろうか。何も持たないこの僕に一体何を。